このページでは、主流類及び関連する上位の分類群主流系類について扱う。主流類は、現生ではワに、鳥類、過去においては恐竜に代表される、爬虫類の分類群である。現在では、ランクなしの分類群とされることが多いが、上目として扱われる場合もある。恐竜及びその先祖を通じて、中世代の支配的陸上動物であったため、主流類の名が付いている。 主な特徴として以下のものがある。かつては原始的な種類はまとめて相場類として一括りにされていたが、現在では有効なグループ名ではないとされている。どの特徴も他の爬虫類に比べ活動的であるための特徴であるとされる。原生のワニと鳥類は祖先から形態が著しく変化しているため、原生の主流類をこの特徴でくくることはできない。例、鳥類には 歯がない。ワニは両心質感の血流が、パニッツアコーでバイパスされ一心質、二心房と同じになっている、など。蝶類の祖先が恐竜であるとする説は、ほぼ決定的と言えるが、まだ一部には異論がある。しかしながら、蝶類の祖先が、ワニ、恐竜、ニセワニ類のうちのいずれかであることには、異論はなく、主流類に属することは確実である。化石記録によれば、 ワニに至る系統と鳥類に至る系統は約2億5千万年前に分岐したとされる。また2億5千万年前の PT 境界には地球上のあらゆる生態系が崩壊した。だが間もなく新たな肉食の主流類,類が出現していることから三畳期前期の時点でも生態系の回復はそれなりに進んでいたようだ。主流類,類は爬虫類に属する分類群であるので、これは 爬虫類という分類単位のうちの一つの小グループに蝶類が含まれることを意味する。一般的な感覚では、爬虫類と蝶類とは互いに独立し、かつそれぞれがよくまとまったグループ同士だとみなされている。しかし、1980年代に登場し、発展してきた分岐分類学の手法に従えば、もし蝶類という分類単位を認めるならば、爬虫類は、 側等群となり、分類単位として認められない。この問題をめぐっては、分類とは何かという根本的な対立も含め、様々な学説がある。第一には、従来の爬虫類対鳥類という関係を維持するために、厳密な分岐分類学的手法に、さらに従来の側系統も認める分類法を盛り込ませ、別の分類方法を作ろうとする動きがあり、一方では、 川系統であることが明らかな従来の意味での、爬虫類というグループ自体を認めない意見もあり、一部には、蝶類も爬虫類の一グループとして扱うとする考え方もある。主流類の上位分類単位が、主流系類である。主流系類は、主流類に、リンコサウルス類、トリロフォサウルス類、原始流類などの絶滅爬虫類を加えた分類上の単位である。 一般的に下綱のランクで扱われる。かつて古生物学者、ホンヒューネによって提唱された当時は、主流類と原始的爬虫類からなる寄せ集めの分類群であったが、今日では共通する頭骨などの細かな特徴に基づき、そういう未類の一グループとして厳密に定義されている。最近の分子生物学的研究では、 従来最も原始的な爬虫類のグループである、無ゆみ類と近縁だと考えられていた亀が、実はヘビ、トカゲなどのウロコ流類よりワニに近いことが示された。そのため亀もこのグループに属する可能性が高い。リンコサウルス類は以前は、昔トカゲと近縁と考えられ、回答埋めとされていた。また、トリローフォサウルス類は、魚流、主張竜と近縁と考えられていた。 主流系類は、ペルム期に現れ、主流類以外のものは三畳期の前半に反映し、後期から末期には絶滅した。主流系類は、仮アモーファ、平沢達也、鳥類に至る系統における、呼吸器の進化、科学第80巻第11号、2010年、1091-1097、2016年10月4日、閲覧。 ホッセルラロデレプテルドゥートライシッコエディスカバートナ、アントルテカ、ありがとうございます。